田中淳8月28日隊は、日本の政治家、元大倉官僚、行橋市長、元福岡県議会議員、京都大学教育学部卒業。1971年、大倉省入省。関東財務局上席調査官、外務省在ブラジル日本大使館一等書機関等を、歴任。1988年、初めて、 行橋市長選挙に立候補し落選。以後同市長選挙に2010年まで7回連続で挑むもいずれも落選した。2011年、福岡県議会議員選挙に無所属で立候補し、現職を破って初当選。2014年3月2日に投開票が行われた、行橋市長選挙に県議を辞職して立候補。 元県議の岡田博俊、前市長の雄元市議会議長の二穂重則らを破り、8度目の挑戦にして初めての当選を果たした。選挙戦では、行橋の再生を訴え、企業誘致や商店街の活性化による人口増、学力向上のための少人数学級の推進、海の駅新設を公約に掲げた。2018年2月25日に行われた、 市長選挙に自民党、民進党の推薦を受けて立候補。日本共産党の支持を受けた元市議の藤木匠一、現県議の岡田広都らを破り再選。ありがとうございます。